この章では敬語の使い方と訪問マナーなど押さえておきたいポイントを、ここに注意してほしいというポイントをご紹介いたします。九条君ちょっと来てくれ。課長、何でしょうか。これ十部コピーしてくれ。十部でよろしかったでしょうか。おいおい、それはバイト敬語だよ。よろしかったは違うだろう。九条くんは今仕事を頼まれているのに、十部でよろしかったでしょうかと過去形で答えています。だから違和感があるのです。適切な言い方は十部でよろしいでしょうか。他にも若者敬語、バイト敬語にはこんなものがあるぞ。一つはの方をつける言い方だ。お名前の方をいただけますか。これは間違いだ。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうかと言おう。もう一つあるぞ。提案で進めるという形になっています。このという形もなっていますという言い方も正しい敬語使いとは言えない。提案で進めておりますと言おう。若者敬語、バイト敬語を使わないように気をつけよう。はじめまして、BM 商事の九条と申します。よろしくお願いします。中田商事の鈴木です。鈴木様、頂戴いたします。よろしく。名刺入れを使え。これはダメ。システム手帳や定期入れから名刺を取り出すのはマナー違反です。名刺入れは背広の胸ポケットに入れ、いつでも取り出せるように心がけましょう。お尻のポケットから名刺入れを取り出す人がいますが、これは相手に対して失礼です。はじめまして、 BM 商事営業部の九条良樹と申します。よろしくお願いします。名刺は名乗りながら渡そう。大勢の人と名刺交換する場合、どうすればいいの？人数分の名刺をまとめて名刺入れの下に指で挟んでおくこと。